はい、今回はですね、このカタールワールドカップにもいましたよね、確か。コルルカですよ。確かベンチにいましたよね、クロアチア代表のスタッフとして。うん。ベンチに確かいたのがこのコルルカと、オリッチもいたのかな。で、マンジュキッチ、もうそうそうたるメンバーがね、まあ、いましたけども。オリッチ懐かしいよね。あれ、バイエルンかなんかにいたやつやな、マジで。懐かしい。あれ、確かオリッチかな。うん、オリッチやな、確か。はい、コルルカもね、いましたね。コルルカもいつもよかそんな代表のね、スタッフになってたんですね。この選手、でも、どこで一番知ったかな。俺、でもマンチェスターシティの時になんか知ったような気がすんな。だから、このレバークーゼンの時知らんな、もちろん。このレバークーゼンの後に行ったのかな。レバークーゼンの前がシティやったのか、ちょっとわかんないですね。多分、レバークーゼンの前かな。見て、身長193やん。193の右サイドバックやで、えぐない？まあもちろんセンターバックもこなしてたのかもわかんないですけど、イメージ的には右サイドバックですよね。えぐいよな。能力めっちゃ高いよな。ディフェンス16にスタミナ17ですからね。やばいよ。サイドバックのフィジカルじゃないよね。でも世界基準はこうなのね。世界のフィジカルはそう。まあ、日本で言ったら酒井宏樹みたいな感じ？あのぐらいのフィジカルのやつがもうサイドバックやらないと、もう世界では勝てないから、マジで。まあ、出てくるかな、このぐらいのサイズの、サイド。まあ、でもディフェンダーでも結構でかくなってきてるよね。前線かな、前線と中盤かな、ちょっとまだサイズ小さいね、日本ね。なんか、クロアチアの選手見てると、改めてクロアチア戦の怒りが込み上げてくるね、森保のわけのわからん采配。で、伊藤純也を、右ウィングバックで使ったんか。意味不明よな、マジで。意味不明、マジで。まあ、でも、プレーはあんまでも記憶ない。あんまでか記憶ない。だって、この頃、別にね、あんなプレミアリーグ見てないですからね、全然。まあ、でも、シティで活躍してたと思います。タイトル取ったかどうかは、記憶ないな。多分、取ってないんじゃないかな、多分。まあまあ、懐かしのレジェンドの一人かな。